ライフタです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はカブに乗っています。で、林道へ来てみました。この先どうなってんだろう。今日は、私このスーパーカブ C125 に乗って1年経ちました。今日はこのバイクを買った理由について話そうと思います。カブは燃費がいいとよく聞きますよね。そのことについて興味あったんですけど、私バンコクに住んでた時にはよくバイクタクシーを利用してました。で、バイクタクシーってだいたいカブの派生モデルなんですよ。で、ものすごくパワーあるんですよ。2人乗りして最寄り駅まで乗せてもらうんですけど、結構スピード出るんですよ。なかなか面白いバイクだなっていうふうに思いながら生活してました。帰国して2017年かな、カブがモデルチェンジしましたね。で、その時のニュースで聞いたんですけど、シリーズ販売台数1億台超えみたいな。1億台ってすごいじゃないですか。1億台って言ったら、なんていうんですかね、こうバイク好きじゃない人も買ってるってことじゃないですか。そういう万人に認められるバイクって乗ってみたいなと思ってたんですよ。で、2023年にこのマットアクシスグレーだったかな、この黒っぽいこの色が発売されました。で、この色をきっかけに今背中を押されたって言いますか、買うことにしましたね。きっとなんていうんですか、こう新しいこう経済観念といいますか、新しいこの生活が始まる予感っていうんですかね。株に乗ってこう経験値が上がるんじゃないかなっていう、そんな気持ちもありましたね。乗ってみるとすごいですよ、スーパーカブ。この燃費性能はよく言われてますけど、この運動性能もなかなかすごいです。上質で楽しくて思いのままで乗り心地も良くて、いや、素晴らしいバイクです。今日私がスーパーカブ C125 を買った理由について話してみました。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画がいいと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録、またコメントもお待ちしてます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。